はい、こんにちは、レトスノーノです。6月7日の3問に入っていきます。不動産の登記事項証明書の交付を請求する場合、原則、当該不動産の利害関係人でないと請求できない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ誤りですね。登記事項証明書っていうのは、利害関係人でなかったとしても、誰でも請求できるんですね。まあ、したがって×になります。実際に登記事項証明書とかを、まあ、取ってる方っていうのかな、まあ、不動産関係の方っていうのは、意外と、この登記事項証明書とか取るんですけども、その方だとわかりやすいんですよね。実際に、ある物件について、所有者誰なのかって調べるときに、登記事項証明書を交付してもらって、調べるってことをやってると思うんですね。つまり、不動産会社っていうのは、ある土地についての利害関係人ではないですよね。全然全く利害関係がない、人が所有する土地であったとしても、その土地の登記事項証明書を交付請求することができるんですね。で、この点についてなんで利害関係でない人も登記事項証明書をね、交付できるのかって疑問に思われる方、いると思うんですけども、すいません。ちょっとこれ解説すると長くなりますので、今回省略させていただきます。で、問い2です。法人の役員のうちに、私文書偽造等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合、当該法人は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。丸か×かという問題です。これ答え×ですね。役員が私文書偽造等の罪により罰金刑に処されても、免許の欠格には当たらないんですね。つまり、5年を待たずに免許を受けることができます。役員とか支店長などの政令使用人、政令で定める使用人が、宅建業法違反だったりとか、暴力行為、これによって罰金刑に処せられた場合っていうのは、免許の欠格に該当するんですね。したがって、その法人も、刑の執行後5年を経過しなければ、免許を受けることができないです。まあ、しかし今回っていうのは、宅建業法違反とか暴力行為ではなくて、私文書偽造が原因の罰金刑ですよね。なので、結核には当たらないから、5年を待たずに免許を受けることができる。よって、罰になるということになります。この点は間違いやすい部分なので、短期講座では細かい部分を動画を使って解説させていただきます。なので、受講者様は、受講者専用のメルマガからご確認ください。では、問3です。3階建て、延べ面積600平米、高さ10メートルの用途が事務所である建築物の用途を変更して、共同住宅にする場合は、建築確認を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。ルールとして覚えておくべきことは、用途変更して200平米超の特殊建築物になる場合は、原則建築確認が必要だということです。ただし例外として、ホテルから旅館、劇場から映画館といった一定の似たような変更については、建築確認は不要です。で、今回の問題なんですけども、事務所を用途変更して共同住宅にすると書いてあるんですけども、これは一定の類似の変更とは見なされないんですね。なので、例外には当たりません。そして共同住宅は特殊建築物です。またこの共同住宅は600平米なので、用途変更して200平米超の特殊建築物になるため、原則通り建築確認は必要ということになります。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。